はい、酒好きな元新潟人のいい人がです。今回は酎ハイです。こちら、声優というスーパーの皆様のお墨付き、酎ハイドライストロング 9% となっています。こちらはですね、この皆様のお墨付きシリーズというのが、声優っていうスーパーにあるんですけど、そちらの、シリーズですね。甘くないスッキリとした飲み応え。アルコール度数 9% で果汁が 5%。糖類ゼロ、プリン体ゼロ、スピリッツ、糖類ゼロ、プリン体ゼロ。原材料がウォッカと果汁、過去グレープフルーツとレモンとライムと食塩。あ、珍しいですね。食塩が入ってる。そして添加物が、添加物が炭酸と香料と酸味料。ちょっと面白い表示の仕方してるね。わざわざこう、添加物って別に分けて表示してある。こちらはですね、いいや。声優っていうスーパー、東京にあるスーパーなんですけど、24時間スーパーなんですよ。で、そこの、ネット販売でも一応買えます。確か、ただし、送料が2000円以上だったら送料無料とかなんで。で、あと、これが、1本で買えないんですよね。3本単位でしか買えない。最低でも3本買わなきゃいけないという、確か、酎ハイの、これのパターンだと、てか、酎ハイのこの、お墨付きシリーズはなぜか3本単位なんですよね。それが嫌で俺は、わざわざちょっと遠い足運んで、別のね、声優のとこ、売ってるところに行って買いました。それは乾杯。ああ。これなぜこのドライを買ったかっていうとですね。俺が大嫌いな甘味料が入ってないからです。で、この皆様のお墨付き酎ハイって、なぜか普通のレモンとか、グレープフルーツとか、一般的な酎ハイですよね。の味に関しても、なぜか甘味料が入ってて、ほとんどどれもこれも甘味料入ってるんですよ。これレモンなのに甘味料入ってる。うわ、これもグレープフルーツなのに甘味料入ってるわ、とかで、こう、いろいろ見て買ったんですけど、ほとんどが甘味料入りで、ただ別に種類はすげえ多いんですけど、割と多いんですよ。20種類ぐらい酎ハイあるんだけど、そのうち8割方、あれですね、甘味料入ってたんで、俺はいらねえっつって買わなかった。この皆様のお墨付きは、消費者テストで高評価のものだけを商品化していますって書いてある。だからそれシリーズってことですね。結構あるんですよ、この。安いし。味は結構ライムが効いてる。これ果汁がグレープフルーツ果汁とレモン果汁とライム果汁って書いてあるんだけど。で、あとウォッカですね。ほとんど甘くは一切ないですね。確かに。若干、ライムの果汁が感じられるぐらいです。で、ここに食塩って書いてあるんですけど、別に別段しょっぱくはないですね。食塩が入っているのかと言われると、全くわかりません。香り的に結構ライムの香りがするんですけど、味自体はほとんどライムの
ライムとかグレープフルーツとかレモンの味は、まあ、あんまりしないですね。うん。どちらかというと、普通のチューハイとかの方が、レモンチューハイとかに比べると、明らかに弱い。だからドライっていう表記になってるんだろうけど。うん、まあ、まずくはないですね。ただ飲んでて、なんだろう。なんか、パンチもないし、割とストロングって書いてあって、ドライストロングって書いてあって、甘くないスッキリとした飲み応えって書いてあるんだけど、ぶっちゃけ別段スッキリもしてないんで、別段そこまで喉越しもいいわけでもなく、で、かといって、割かし、ちょっとこう、ライムの柑橘系の味がするんで、こう一瞬、ん？これライムのチューハイ？って思うんだけど、でもそれにしてはちょっとライム感弱えなって。なんか微妙な感じ。すげえ微妙感がある。声優で。で、ググりますけど。声優のネットスーパー。これね、すげえいいんですよ。マジで。送料無料がね、1980円買うと、送料が無料になる。で、俺がおすすめするのは結構パスタですね。パスタ。皆様のお墨付きシリーズのパスタソースが普通に85円。2人前ので85円とかで税抜き85円で売られてて。まあ俺、パスタって、だいたい 200g。普通1人前が100g のパスタなんですけど、俺は 200g じゃないと足りないんで、200g 食うんですけど、それとぴったりなんですよね。2人前のこの、パスタの、トマトソースとか、がぴったりなんで、うん。ドンピシャなんです。で、種類もナポリタン、チーズクリーム、ミートソース、ボンゴレ、トマトソースと、5種類かなあって、で、安いんですよ。これはおすすめですね、本当に。そして、お酒なんですが、チューハイ。皆様のお墨付きチューハイ。結構ありますね。チューハイの梅と、チューハイストロングライムと、ドライストロング、これですね。これと、贅沢果汁 50% パイナップルチューハイ。そして、贅沢果汁 50% ブドウチューハイ。そして、贅沢果汁 50% のリンゴチューハイ。そして、チューハイグレープフルーツ。と、チューハイレモン。そして、ストロングチューハイグレープフルーツ。ストロングチューハイレモン。と、あとは、3年貯蔵スコッチ仕様のハイボール。これで多分全部かな。うん。なんで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、20種類とか言ったけど、11種類でしたね。全然少なかった。ただ11種類のうち、俺が買ったのがスコッチウイスキーのハイボールと、あとこのドライと、
あとなんだ？あと何買ったっけ？それだけぐらいじゃない？うん。あと全部甘味料入ってるんですよ。だって贅沢果汁 50% のさ、リンゴチューハイとかもさ、甘味料入ってんだよ。ええー、だよね。普通、いろいろ飲んできた、チューハイとか飲んできた俺からすると、50% ってことは、もう普通に、砂糖なんていらないんですよ。うん。いらないのに、わざわざ甘味料を使ってるっていう。砂糖より、糖類より甘いこと、甘味料を使うっていうね。意味不明なチョイス。うん。だって 50% がさ、まあ、パイナップル果汁だったら絶対甘いとかさ、甘いだろ。普通に。酒、糖類とかもいらんで。それなのに糖類よりか100倍甘い甘味料を使うっていう。その理論がわからん。謎なんですよ。甘味料って砂糖の、100倍甘いんですよね。あれ100倍だっけ ?1000 倍だっけ ?100 倍ぐらい甘いんだよね。うん。確か100倍甘いんですよ。だから、砂糖を、1g、違う。甘味料 1g で砂糖 100g 分の甘さがあるね。恐ろしいことになる。まあ、それが皆様のお墨付きなんだからしょうがねえんだけど。もう俺がブーブー言ってもしょうがないんですよね。うん、ただ値段は安い。こちら1本83円税抜き。税込み90円ぐらいですね。うん。安い。まあ、クオリティはどうかっていうと、全部ほとんどが9割、8割ぐらいが、甘味料入ってるんで、俺はもう、そこら辺はレビューしませんけど、もうまずいと勝手に。っていうかもう、まずいだろ。甘味料入ってるの、まあまずいからね。うん、甘味料入って当たったやつ、まあほぼないですわ。うん、ので、まあ、買いませんけど。まあでも値段的に甘味料が OK な人だったら全然いけるんじゃない？うん、ほとんど甘味料入りで安いから、90円で買える。ってなると、でも、まあでも、確かにこのドライストロングも、まあ、悪くはない。うん。全然悪くないんだよ。一般的なさ、一般的なサントリーとかが出してる、ドライのストロングとかあるでしょ。あれ、くそまずいから。何がまずいって、なんだろうな。もうまずさ、これの、あれじゃない、比じゃない。これもは、まあ、そこそこまあ、うまいって感じるレベルだけど、サントリーのなんだっけ、ストロングドライとか、恐ろしくまずいからね。あれ、なんであんなクソまずいんだ。甘味料入ってないよね。サントリーのさ、ストロングドライとか恐ろしくまずいんだよね。あれどうなってんの？逆に。あれは本当にどうかしてるぜっていうレベルのまずさを引き出すよね。サントリーのね、ストロングゼロドライ。これ甘味料入ってないはずだよな。
ょっと今ググりますけども。甘くない切れ味。糖類ゼロ、プリン体ゼロ。って書いてあるんやけど、俺甘味料入ってんの？糖類ゼロ、プリン体ゼロ。え？これ甘味料入ってるんじゃない？実は。だから恐ろしくまずいんじゃないか、これ。まさかと思うけど。でも、原材料が書いてないんで。あ、ありました、ありました。サントリーのストロングゼロドライが、アルコール度数 9% のやつ。レモンとグレープフルーツとライムとウォッカとスピリッツと、香料と酸味料と炭酸ガス。なんで、甘味料も糖類も含まれてないはずなんですけど、恐ろしくまずいんですよ、これが。なんかね、下にね、下になんか、恐ろしく、へばりついてくる、まずさが、ね、ある。恐ろしい。なんだろうな。これも多分、それにちょっと似たような味がするんですよ。これも。幾分マシなんですけど、なんだろう、この感じって感じ。やっぱどうしても、甘味料とか糖類、どっちも使ってないと甘さがないんで、なんか無機質な味になっちゃうんですよ。で、無機質な味になるとどうなるかっていうと、甘さとかでごまかせないそのえぐみとかが、結構感じられるようになってしまうっていうのが俺の考えですけど、どうだかは知りません。案外この変なコクがあるんですよ。このドライなのに変なコクがある。でも甘くはない。甘くはないんだよ。かといって香りはないんだ。これはおすすめはしない。うん、まあでも、しないけど、まあ、まあでもやっぱまずいですね。3132です。ご視聴ありがとうございました。